ホルステは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先週、オスターホルツ軍のザムトゲマインでハムベルゲンに属す、町村で同軍最北部に位置する。ホルステは、ブレーメンの北、北ドイツ定地に位置している。この町は4つの地区からなる。ホルステという名称は、ヘリングスとオルデンドルフ、主定ンの頭文字をつなげて作られた。オルデンドルフにはかつて難民収容所があり、 1945年には、旧ドイツ東部領土からの難民200人が、オスターホルツ軍当局によって収容されていた。この収容所は1968年に廃止された。現在その痕跡は残されていない。1938年に、国家労働法師団によって宿舎が建設され、終戦まで女子収容所として使われた。ハイマートでアスキクソルスジェメナーシャフトを、 研究しているジークフリートベガティークは、それは陰鬱なスラム収容所ではなかったと述べている。ホルステは1974年の地域再編に伴い、ハムベルゲン、アックスシテット、リュッパーシテット、ホラーゾーデと共にザムトゲマインでハムベルゲンを形成した。ホルステは1974年3月1日にハムベルゲン、オルデンドルフ、シュテーレンガが合併した。 照明は三つの地区の頭文字をつなげて作られた H ・エリングスト・ OL ・デンドルフ・セイント・デン。ホルステの町議会は11議席からなる。この町の町長はエッケハルト・シュットである。ヘリングストには、防費延々でプラッツ・シュテデナー・ホルストがあり、天気の良い日には水浴することができる。毎年夏には、シュトラント・フェストが開催される。防費延々で地区は広く知られている。 鉄道ブレーメンブレーマーハーフェンクックスハーフェン線やアウトバーン A27 号線に接続する交通がある。主要交通軸は連邦道 B74 号ブレーメンシュターで線である。オルデンドルフには1983年からバイオダイナミックな再演がある。2012年1月からここの賃借人はそれまでの経済の仕組みを共同型の農業に改変した。 1975年にリヒャルト・バイツェは国際的活動する音楽レーベルベア・ファミリー・レコーズを設立した。ウィキメディアコモンズにはホルステに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。